はい、こんにちは、116インズです。今回はエンゼルスの話をしていきますが、現在 AL 西地区4位のエンゼルス、今季は大谷翔平選手が投打に活躍し歴史的なシーズンを送っていますし、また長期離脱していますがマイク・トラウト、アンソニー・レンドーン、今季ブレイクしオールスター選手にまで成長したジャレット・ウォルシュ、この他デイビッド・フレッチャー、マックス・スタッシーと良い選手も揃っていますので、フルメンバー揃えばなかなか強力な攻撃陣ですよね。ただエンゼルスに関してしばしば問題に上がるのがやはり投手陣。これはエンゼルスの試合を中心に MLB ご覧の方でも感じるところがあると思いますけれども、なかなか投手陣が踏ん張ることができず、シーズン通して打線と噛み合わないということもまた多い印象のチームです。なのでオフになれば投手陣をどうにかしてくれとファンから悲痛な叫びがしばしば上がりますが、ただ最近先発陣が結構頑張っているらしいので、今回はエンゼルスの先発陣に絞ってお話ししていこうと思っています。あれ、今季のエンゼルスの先発陣そんなに良かったっけと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そのイメージはあながち間違ってはいません。というのも前半戦のエンゼルス先発陣の成績がこちらの通りです。防御率は5点台 5.06 はリーグ12位、 FIP は 4.19 でリーグ7位なので、防御率の悪さは先発陣だけの責任ではないようですが、そうは言っても失点が多いというイメージはこの成績だとどうしてもついてしまいますよね。非 OPS 7割4分6厘でリーグ9位。前半戦のエンゼルス先発陣は三振はそれなりに奪うことはできるものの、その分フォアボールもまた多く、こういったところも防御率の悪さにつながっているのかもしれませんね。6回以上を自責点3位内に抑えたクオリティスタートの割合は 28%、 リーグ平均はだいたい 33% くらいですので、ここは極端に悪いというほどでもないようですが、先発陣全体で見ればリーグ平均以下ではあったんでしょうね。今季エンゼルス先発陣が前半戦苦しんだ要因はおそらくこの4人が大きく影響しているでしょうね。まずディラン・バンディ、昨年は先発陣の柱として大活躍したバンディですが、今季は打って変わって悪い意味で別人となってしまいました。前半戦14先発で防御率 6.78、 特に5月以降は先発するたびに炎上していましたね。続いてアンドリュー・ヒーニー、左のエース候補としてずっと期待されていた左腕ですが、気がつけば今季が FA 前最後の年、そろそろ目に見える結果が欲しいところではあったんですけれども、15先発で防御率 5.38、 いい時と悪い時がかなりはっきりしていて、なかなかヒーニーも前に進みませんね。3人目グリフィン・キャニング、こちらもエンゼルスのローテーションを担っていく存在になると期待されていますが、ヒーニー同様キャニングも一歩進んで一歩戻るみたいな状態が続いています。13先発で防御率 5.52。 そして最後は今季からチームに加入したホセ・キンターナ、ホワイトソックス、カブスで活躍した左腕で、エンゼルスでも少なくともイニングイーターとして活躍してくれるかと思いましたが、9先発で防御率 7.22。 キンターナはもう少しやれると思いましたが、こちらも期待外れの成績ですよね。ということでローテーション6人中4人の成績、なかなか悲惨なこととなっていまして、そら前半戦の先発陣の成績もああなってしまうのも仕方ないよなと感じてしまいます。そして結果この4人はこうなりました。バンディとキンターナはブルペンへ、ヒーニーは今季が FA 前最後の年ということもあってヤンキースへトレード、キャニングはマイナー落ちとなり、その後怪我で今季残りシーズンを全休することとなりました。バンディはまた先発するチャンスが最近巡ってきていますが、開幕時点のローテの3分の2が外れているというなかなかの非常事態です。ただその4人がいなくなったおかげかは分かりませんが、後半戦入ってからの先発陣の成績がご覧の通りです。まだ25試合ではありますが、防御率 3.70 はリーグ5位、 FIP も防御率とほぼ変わらず 3.77 でリーグ4位と、ただ単に運が良かったということでもなさそうです。非 OPS も前半戦と比べて劇的に改善し、6割3分9厘はリーグ3位、そしてクオリティスタートの割合が 48%、後半戦25試合中12試合で先発投手がクオリティスタートを記録していまして、普通にいいんですよね。前半戦の成績と比較してみても差は歴然。リーグ下位だった防御率が一気にリーグ上位ぐらいまで上がりましたし、 FIP も今のエンゼルス先発陣の良さを裏付けています。非 OPS に至っては1割以上改善しているわけですから、なかなかの変化ですよね。じゃあ何がそんなに変わったのかという話なんですが、まず一つ目、何よりパトリック・サンドバルのブレイクが大きい。5月中旬からローテに入っている左腕ですが、内容がどんどん良くなってきていまして、後半戦はここまで4先発で防御率 2.73、 7月24日のツインズ戦では9回途中までノーヒッターの好投もありましたよね。
2019年2020年と MLB では目立った成績を残してきていませんでしたが、今季の彼のピッチングを支えているのが決め球のチェンジアップ。サンドバルのチェンジアップは面白いくらい空振りが奪えまして、今季のチェンジアップの空振り率なんと 52.1%。 これは MLB 全てのチェンジアップの中でもトップの成績だとか。サンドバルが出てきたのはエンゼルスのローテーションにとっても大きかったですね。2つ目、もう説明不要な気もしますが、大谷さんも後半戦入ってから好投を続けてますね。後半戦3先発は全てクオリティスタートで、防御率は驚異の 0.95。 バッターとしてもリーグトップの37ホーマー放っている大谷選手ですが、投手としても安定感を増してきて、ここまで来るともう文句のつけようがないです。シーズン序盤はコントロールが定まらないという場面も見受けられましたが、最近はそういった心配ほとんどないですし、エンゼルスのエースと呼ぶにふさわしい選手となってきました。二刀流による疲労、健康面だけが数少ない懸念点で、7月末も親指の怪我で登板が後ろ倒しとなったことがあったりと、ローテーションの順番通り投げることができないということがしばしば起こりますが、投げる試合に関しては今後もきっちり結果を残してくれることでしょう。3人目、ここのところハイメ・バリーアも頑張っていますよね。後半戦入ってエンゼルスが6人ローテに戻したタイミングで MLB に上がってきた右腕ですが、昇格後3試合に先発していずれもクオリティスタートを達成。しかも相手がツインズ、アスレチックス、ドジャースと打線が強いチーム、あるいは今リーグ内でも上位にいるチームに対しての好投でしたので、価値あるピッチングだったと言えるのではないでしょうか。さすがにちょっとできすぎな感は否めませんが、速球とスライダーを中心に4球種を織り交ぜ、例年の彼と比べてここまでうまくゴロを打たせることができていますので、3試合クオリティスタートという結果はこういったところもプラスに働いたのかもしれません。バリーアは2018年21歳のシーズンでほぼ1年間ローテーションを守って2桁勝利、防御率 3.41 と好成績を残しましたが、それ以降ちょっとパッとしていなかったので、今季ローテーションにまた戻ってきて、とりあえずいいスタートを切ることができたのではないでしょうか。もう一度ローテ定着といきたいところです。そしてアレックス・カッブも復活気味ですよね。7月末から指の豆、それから右手首の怪我で離脱していますが、7月は4先発で防御率 1.09、 後半戦も2先発で11回3分の2を投げて自責点は2。カッブは開幕からそれなりのピッチングをずっと続けてきてはいましたが、この7月の内容は特に良かったです。今季のカッブは全体的に投げるコースが良くなったおかげか、とにかくホームランを抑えることに長けていまして、77回3分の2を投げて打たれたホームランわずか3本、バレルの打球の割合も 3.7% と、これは MLB でも屈指の低さです。これだけ長打を許していない割に防御率がついてきていなかったのですが、7月に入ってようやく目に見えた結果につながってきた印象ですね。復帰時期が明確になっていないのが不安ではあるんですけれども、怪我自体はそこまで深刻なものではないようですので、近いうちに戻ってきてくれるのではないかと期待しています。ということで、内容の悪かった4人が抜け、サンドバルがブレイク、大谷選手が一段上のピッチャーとなり、そしてバリーアも思った以上に好投した結果、だいぶ見栄えの良くなったエンゼルス先発陣。来季以降という点でも大谷選手、サンドバル、バリーアの目処が立てば大きいですし、チームとしてもそうなってくれることを願っていることでしょう。また今季の活躍を考えれば、 FA となるカップと再契約、2年契約で1500万ドルから2000万ドルぐらいの金額で残すのも悪くないんじゃないかと思い始めました。決してローテ上位を張れるタイプの選手ではないんですけれども、4番手5番手クラスとしては今季の彼が見せているピッチングは申し分ない内容だと私は思っていますが、フロントはここをどう判断するでしょうかね。仮に大谷選手、サンドバル、バリーア、カッブが残り、加えてエンゼルスはヒーニー、バンディ、キンターナの今季年俸の総額2300万ドルくらいが浮く予定ですので、大谷選手のために6人ローテを続けるか田舎でも話は変わってきそうであるものの、このお金を使って FA でそれなりのレベルの先発を1人でも連れてくることができれば、なかなか戦えそうな先発陣になるんじゃないでしょうか。冒頭でも話した通り、フルメンバー揃えば素晴らしい打線のチームですし、あとは本当に投手陣だけせめてリーグ平均より少し上くらいのレベルまで押し上げることさえできれば、上位進出も狙えるチームだと思っていますが、果たして来季のエンゼルス先発陣、どのような陣容となっているでしょうか。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。